ス吉がまたバクロマドリード電撃参戦へ。コロンビア代表 FW ルイス・ディアスの父親のマネシがマドリードのクラブが息子をポジティブに見ていたとは知らなかったよ。何か噂話のようなことは聞いたことがあったけど、実際にどうなるかはわからなかった。ラダメル・ファルカオはアトレティコ・マドリードでプレイしたし、ハメス・ロドリゲスもレアル・マドリードでプレイした。結局息子はマドリードのクラブに行くことはなかったけれど、まだ希望は失われていないと語り、息子のルイス・ディアスが将来マドリードのクラブに移籍する可能性を排除しなかった。この人前にバルセロナは息子の夢だとか言ってたよね。余計なこと言わんでええやん。前にバルセロナとコメントして今度はマドリーか？息子がリバプールと気まずくなる環境を父親が作ってどうすんの？ディアス本人はすごく良い人なのにパパのせいで印象悪くなるのはかわいそう。ムバッパのママみたいに自分の息子の将来について口を挟まないでくれないか？マドリードなら、金払えるけど、売り物じゃないから売りません。しかし、ルチョのお父さん、口軽いな。少なくともルイス・ディアスはプレミア向きの選手だよね。引いて守られたらどうなんだろ。ミドルでのゴールが増えるのかな意外と。右ウィングで欧州最高峰ならレアルが興味実可能性もあるかと思うが、視線上が左ならレアルには必要ないレベルだろう。古い人間ほどマドリーやバルサを信仰する。今や市場ではない。ママバペより害悪かもな。